こんにちは、どんこです、今日の動画はこの温室兼風呂場ですね。ここの、ライト関係がちょっと変わったので、ちょっとご紹介しようかなと思います。はい、じゃあまずですね、前の状態はここですね。ここに四つ股のソケットをつけて、ここから4発ですね、ここから4発と、まあ、適当な場所で2発の計6発で、ライトを、植物たちに当てていました。で、使っていたのは、IKEA の植物育成用ライトか、あれを4発となんか適当なあのパナソニックかなんかのなんか白昼色の、ライト2発の計6発ですねを、使ってました。なのですが、この子、フィロデンドロンなんですけど、この子を見たら分かるんですけど、葉っぱが完全に窓の方向を向いてるんですね。ここにライトがあるにもかかわらず葉っぱが外を向いてるんですよ。葉っぱが完全に外の光を取り込もうとしてて、ライトがほぼほぼ意味がなかった可能性があるんですね。で、まあ、その IKEA のライトはあれ今もう生産中止してるじゃないですか。いや、あれ自分使い出したのがもう発売された、もう発売されて速攻使い出して、もう結構使ってたんですね。結構あの照射時間も長くて、まあ、もう寿命というか、まあ、ガタが来ててもおかしくないような使い方をしてたんで、まあ、なかなかそのライトの本来のポテンシャルが出てないまま使い続けていたんですね、多分。そうなので、今回ちょっとそれを見直して、まあ、冬だしこの窓際外から差し込む太陽の光もね、あんま当てにならない時期に、季節ですね、季節になってきたんで、ちょっとライト換気を見直すことにしました。はい。で、まあ前はこれですね、この 四つ股のソケットを使ってたんですが、それを廃止しました。で、廃止して、こういうですね、これどこやったっけ、アースマンっていう、ブランドメーカーのなんかあのクリップライトですねを1、2、3、4、5、6発使ってます。はい、これがですねとても使いやすくて、でこれ一つ、1200円ぐらいなんですね。 Amazon で1100円か1200円ぐらいで、値段も安く、このなんていうんですかね、工業感のある見た目、これも非常に僕好きで、であとこれですね、高度が5メーターあるんですね。5メーターあるんで、もう、延長とかも使わずにこの温室内に張り巡らせることができます。で、さらに、はい、ここ見えるかな、そう、ここに、コンセントがあるんですね。なんで、ここからまたミョインと、また1本また1本と、ライトを連結して使うことができます。で、この連結させる、何て言うんですかね、ワット数が確か500までですね。なんでそこはちょっと気をつけましょう。で、そういう、クリップライトを使って、こうやってどんどん、連結させて、いろんな方向からライトが照らされるようにちょっと工夫しています。はい。で、まあ、このコードが長い 5m あるメリットとして、その途中に延長コードをかませないんで、あのその延長コードに水がかかってこうね、良くないことが起こったりっていうのを防ぐこともできるのかなと思います。はい、こういう見た目、角度もねかなり自由に、変えれます。とてもおすすめですね。はい、です、そこからまた変更があって、まあ、こういう、アースマンというメーカーの、クリップライトをこうバーってもういろんなところつけて、でそれが、集まる場所がここです。これちょっと見づらいんですけど、ここです。これなんかというと、スマートプラグかなっていうやつですね。スマホからこの電気のオンオフができるようにしました。はい、なんかこういうスマートライフっていうアプリを使って、はい、今これがここに表示されているもの、すいません、手持ちでちょっとブレてすいません。これが、
こいつですね、今スマホと今連動しています。で、連動しているこれをまず、はい、タップします。これ案件とかじゃないですよ。はい、でスマートコンセントは、ね、3個ついてるんで、3つそれぞれこの何時にオンにして何時にオフにするかっていう設定もできます。はい、こんな感じで1個消してみますね。ここをタップするとどこかが消えます。あ、消えた。どれだ、あれですね。はい、あれがこれでした。でつけます。はい、そう、こんな感じで、まあタイマーでね、全部もう何も触らずともオンオフをしてくれるわけなんですが、ここのね丸電源ボタン、これをタップすると全ての電気を一気に消せます。ボン、おい、すごくないですか。めちゃくちゃ便利。はい、でつけます。おい、おい、画期的ですね。これなんで今までこれ使わんかったんやろうと思ってます。そう、一個一個今まではこうパチッ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 ってして、で一番奥とかもうここに登ってんすよ俺。風呂のヘリに登ってうわーってパチッってして、でたまに鉢がバーン落ちてうわーなってっていうのをねやってたんで、もうこれが画期的すぎて、でこれ Amazon で4000円ぐらいかな、そのくらいで買えます。で4000円でこの快適がなんていうのかな、快適になるだったらこれを買うしかないでしょうっていうね、ちょっとご紹介でした。はい、そう、こいつに、はい、でスマートコンセントっていうのはこう3発ですね。1、2、3で、隣の3つはもう通常の、遠隔操作とかができないタイプのコンセントが、3つついてます。はい、そう、この温室兼風呂場がちょっとハイテク化しましたよっていう、紹介でした。うん、あ、そう、あ、そう、肝心のライトですね。ライト、IKEA のライトから何に変えたのかっていうのをちょっと今から紹介します。はい、ここが分かりやすいかな。はい、今このねついてる黒いやつら1、2、3、4発あります。この4発のライトは春デザインさんかな、春デザインさんから、発売されている、なんて読むんかなこれ、ハス38、これです、これこれこれ、ハス38スペック9ってやつです。値段が、5698円ですね。はい、この春デザインさんのハス38スペック9を、4発つけています。これなかなか調子いいですよ。結構明るいしね。うん、はい、それを、4発こうやって 流木とか流木を使ってみたりして、こういう感じで、そうで、このクリップライトが結構ガバーって開くんで、このくらいぶっとい流木でも、問題なく、挟めることができます、ね、あっちに関してはもうこのギリギリのところでバチッと挟んで挟む力も強いんで全然いけます。あ、そうでね、そう、まだあって、この首の部分、ここが結構弱い子っているじゃないですか、クリップライトって。やけんさ、こういう、植物育成用ライトみたいな、ちょっと重いライトを使うと首がゴニョンってこう曲がっちゃって、こう照らしたい場所を照らせないっていうクリップライトってあったりするんですね。でそれがこの子はめちゃくちゃ強いんで、もう全くないです。もう問題なくグイングイン変えて、どんな角度でもガチッと止まって、照らしたい場所を、照らしてくれて照らしてくれます。はい、おすすめ、安いしね、1200円ぐらいやった確か。はい、あとなんかあったかな、あとこれこれこれで、その補助的な、アイテムライトとして1置く、あとあれ2、この2つは一応公園色の LED ライトを選んで、2つつけています。どこだったかな、オームかな、オームかどっかの炎色性が確か93かな、本当は95、6ぐらいを、8かな、高いやつって、そんくらいの欲しかったんですが、まあ別にこれでいいかなっていう。
でなんでこれでいいかなってなったかというとですね、なんとですね、私あのネオアマテラスあれを、4つ買うことにしました。買いすぎだろうって感じなんですけどね。そうネオアマテラス4発をここにちょっとねつける予定なんで、だけ今6発ついてて、で来るのが4発なんで、さすがに10発はこの環境にはオーバースペックだと思うん でどうなんかな、別にいいんかな、ちょっと、電気代とかねそういうあれもあってちょっとね10発はって感じなんで、ネオアマテラスが、届いたら、この補助アイテム補助ライト1、2発は外して、ハス3発4発ネオアマテラス2発の計6発にしようかなって思ってます。でまあアマテラスが結構調子良さそうだったら、このハス3発もちょっと付け替えて、ハス3発2発アマテラス4発に、してもいいのかなと思ってます。まだねちょっと手元にないんで、まだ、考え中なんですが、そうちょっとね僕的にこの環境が、結構完成に近づいてきたんではないかと思っています。そう成長がえらい遅いこのクレメンシオラムだったりインスラリスだったりね、なんかあとかかこれ何やったっけ、これカルノーサじゃない、カルノーサ違うか、ちょっと忘れた、すいません。まあね成長が遅い、ね、こういうラティフォリアだったりねいろいろいるんで、その子たちが、すくすくと育つような環境を作りたいなと思っています。でそう今の温度湿度は、だいたい19度で、湿度が60度ですね。もうちょっと高い方がいいかな。これは今声がこもっちゃうんで、ちょっとここ開けたり、ここ開けたりしてるんで、ちょっと下がってるんで、閉じ切ってしまえばだいたい80、90ぐらいで、キープされています。これから冬に入るんで、この環境を維持できるのかっていう心配があるんですが、去年よりは間違いなくいい環境ではあると思うんで、みんな持ちこたえてくれるんではないかと思っています。ではその温度ですね、温度はどうやって管理してるのかというと、はい、こっちの方ここのですね、はい、もう全く見えないんですけど、あっこに、エアコンがあって、でエアコン24時間つけて、でここの、窓じゃないな、ドアはもう開けっぱにして、空気あったかい空気がこうふわーんと流れ込んでくるようには一応してます。なので、1月2月でも、10度切ることはないんですね。だいたい20前後ぐらいかな。まだちょっと去年はそこまでこの環境なんていうんですかね、気合い入れてやってたわけじゃないんで、いまいち覚えてないんですけど、ちょっと今年は、温度がどんな感じなのかとか、調子を崩した子たちはいるのかだったり、そういうのもちゃんと、動画にしていこうと思います。はい、あとですね、はい、この黄色いやつ、これはですね、ハエ取り用のやつなんですよ。名前何やったかな、ちょっと一回切ります。これニュー虫バンバンってやつですね。これがめちゃくちゃいいですよ。20枚入りですね。20枚入りでめちゃくちゃ取れるんですよ。これいろんなところに置いてるんですけど、そうめっちゃ取れるんですよこれ。で本当は1枚めちゃくちゃ取れたやつがあって、ただそれはもう取れすぎて見た目悪いんで、もうちょっと捨てちゃいました。これ結構いいっすよ。100均の虫取りリボンみたいに、あれああいうやつ、これも取れるんですけど、ちょっと見た目なんか悪いじゃないですか。この黄色もどうなんだっていう話ではあるんですけど、そう、結構、いいですよっていうお話ですね。はい、であと今年の夏にアザミウマがこの環境でちょっと繁殖しちゃって、なんかねアザミウマにいろんな植物がやられちゃったんですよね。でもね今もう一匹もいません。なんとか、完全に駆逐することに成功したようです。ちょっと前まではこうやって動画を回すと裏側に
黒い点がピッてあったりとか、なんかねこういうふうにピッ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 ってあったんですが、もう今は一匹も見当たらなくなりました。っていうのは、一応ですねお薬をまいたんですね。でお薬もちょっと今からちょっとお見せします。ミューマに使ったのがこいつです。まあもう、皆さんご存知ベニカ X ですね。はい、こいつを、朝シュッシュッとして、でまあ、次の日の朝とかに、朝かまあその日の夜にざっとシャワーで洗い流してっていうのを2日ぐらい繰り返したら、もうあのいなくなっちゃいました。結構な、効果を実感できました。いい感じですねこれ。ちょっと高いんですけど、まあ1個持っておいて全然損はないかと思います。そんな感じかな。ちょっとなんか脱線結構しちゃったんですが、今回の動画はこのライトがちょっと変わったよというお話でした。まああと今後もちょっと変えていくよっていうお話でした。じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。なんか質問だったりアドバイスなどあれば、ぜひコメントお願いします。ありがとうございました。